こんにちは、レイラです。今日はちょっと初の試みのちょっとハンドメイドをやっていきたいと思います。で、ちょっと細かい作業はね、できるかわかんないんですけど、今回はビーズアクセサリーというものを作っていきたいと思います。ちょっと全然わかんないので、ちょっと動画を見ながらやりたいと思います。なんかインスタグラムでこう回ってきた投稿があって、可愛いのがあったので、ちょっとやっていきたいと思います。いやね、可愛くできるかわかんないんですけどね、ちょっと調べながらやっていきます。テグス約60センチ。いや、大体こういう時なんか最初の段階でやらかしてて最初からになること多いんで、ちょっとそれは避けたいところです。ビーズ、この最初に通したビーズがどこに来るんだ。あ、これがお花の花びらになるのか。なるほどな。じゃあ白いやつ、細かい。もう普段アクセサリーとかつけないんで、これ作ったらつけれるようになるかな。はい、通しました。ラ、もうややこしいぞこれは。なるほど、よし、揃えて一回精神統一しますね。ふがーってなる、すごい。早く通したい。ちょっとす、よし、通しました。はい、なるほど。なんかもうすでに色合い的に可愛い感じが見えてきました。同じ形になりました、動画と。でもすでに結構かわいい、かわいいですね。多分これちょっといつかぶちまけることを予想しますね。やらかしそう。でもこれ集中しちゃうな、すごい。ずっとやっちゃうかも、お休みの日とかにやってたら。お花、お花がまずできました。あ、これ楽しい。うん、これは楽しいですね。簡単ですね。しかも超かわいい。なんか夏とかちょっと私みたいにあんまりアクセサリーつけない子とか、軽いしかわいいからいいな。お、いいですね。お、かわいいじゃん、めっちゃ。いいですね。え、かわいい。これ見えるのかな。めっちゃかわいい。はい、今約何時間ぐらいだろう、1時間くらい作れました。ちょっと最後が大変だったんですけど、こんな感じ。こいつ、あ、すごい、これやったら本当にピント合うんだ。あ、かわいい、かわいい。これどこにつけるのが正解なのかわかんない。こんな感じ。これ多分今この順番で作ったんですけど、一個の作り方を覚えたらどんな色でもどんな組み合わせでもできるんで、いいかも。あ、でもつけ心地最高なの、これなんか包まれてる感があるし、これが下がテグスだ。あ、やっぱりうち予言した通りこぼした、全部こぼしましたね。やっぱり無事で終わることはないので、私が後で片付けます。まあなんか普段アクセサリー全然つけないんですけど、なんかやっぱ下が透明の柔らかいゴムみたいな感じの素材なんで、つけてても全然嫌じゃないし、流行りのパールのアクセサリーみたいなやつあると思うんですけど、それが自分でね、多分100均とかで材料揃えて作れると思うので、おすすめです。じゃあ大成功でした。終わりました。ちょっとこれをこぼしたこと以外はすごくうまくいったので楽しかったです。なんかもしね、ちょっとお休みの日とか暇な日あったらやろうかなと思います。ぜひやってみてください、お家で。
はい、ということで作って指輪作ってみた動画でした。バイバーイ。あ、やばい、またこぼした。